落ちと笑いを入れてくださいっていう合図が来てるんですけど、いつも入れれなくて真面目になっちゃうっていう、ちょっとあのチャンネルの裏側話でしたね。皆さんこんにちは、なぎさです。今日はあなたのポーチでメイクします第4弾。そしてですね、今回私と同じ名前のなぎささんとコラボすることになりまして、 YouTube チャンネルなぎさつライフのライフスタイルプランナーなぎささんに登場していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほぼ初めましてですね。はい、そうですね。よろしくお願いします。なぎさです。はい、今日はなぎさかけるなぎさでやっていこうと思います。はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、わかりました。ライフスタイルプランナーの長谷なぎさです。私は主に小柄さんに向けたお洋服のブランドのアルナだったりとか、あと麹を使った調味料の長谷というブランドを、ディレクション運営しています。あとは企業さんといろいろコラボレーションして、お洋服だったりプロダクトを作ったり、PR の方をしています。なぎささんのねチャンネルもとっても面白いのでちょっとお料理のモチベーションが上がる感じで本当ですか、嬉しい。見せていただいてます。ありがとうございます。それでは早速なぎささんのポーチの中身を見せていただこうと思います。はい、私のポーチは、はい、この2つです。ノベルティのポーチです。セルボークさんのやつですね。はい、はい、そしてこれが、はい、お家に置いておくポーチです。はい、でこれがカバンの中に入れて持ち運んでいるポーチになります。はい、じゃあ早速今日はどんなメイクをされましたか？今日はですね、私結構アイテムが少なかったりするので、はい、まずこれがラッシュポゼの、メイクアップベース、はい、ローズですね。ローズですね。みんな大好きなやつですね。はい、これやっぱすごいいいですよね。これいいですね。これアディクションの、はい、この毛穴をカバーしてくれるんですかね。ちょっとポアレススキン用の、はい、これを気になる部分だけに、下地として使っています。でその後大好きなナーズの、クッションファンデです。中身だけスタイルですね。はい、中身だけスタイルにしてます。サステナブル。はい、サステナブルです。家ね、はい、別に鏡あるからいらないですもんね。そうです、そうです、いらないです。はい、性格が性格が出てます。あとポーチに入りやすいという、はい、本当だ、コンパクト。あとはハイライト。あ、私も大好きです。シャネルさんのものです。はい、アイメイクをそんなにしないので、うん、今日アイシャドウだけですか？アイシャドウだけです、うん、普段ちょっとボロボロなんですけど、すごい、こうやってやるのが怖いぐらいボロボロ。アディクションの確かに落ちてきそう。ちょっと粉々になってるアイシャドウ2つ、すごい年季が入ってますね。はいはい、ちょっと開けられません、諸事情によって。あと眉毛をアディクションのアイブロウマスカラ、はい、マスカラとケイトのアイライナーでちょっと描き足してる。アイライナーで描いてるのは上級者ですね。本当ですか？はい。はい、リップもアディクションですね。アディクション、アディクション好きですね。アディクション率高めですね。このぐらいの色です。なんだろう、コンサバじゃなくてちょっとこなれ感ある顔がいいなっていうの。ちょっとおしゃれな、おしゃれ顔がいいです。すでにもうおしゃれですけどね。いやいやいや、なんかやっぱ自分だとワンパターンになってしまうので、はい、同じこう道具でどう変わるのかすごく楽しみです。あ、すごい、ハードル上げちゃう。ハードル高くなってる。大丈夫かな。今日のなんかリクエストがおしゃれ顔ってことなんですけど、はい、なんかミューズ的な人って言いますか？ミューズはいないんですけど、うん、やっぱお仕事柄お洋服が好きだったりとか、うん、お洋服のお仕事をしてるので、うん、お洋服がおしゃれに見えるっていうのがやっぱり自分の中で一つテーマとしてあります。うん、じゃあちょっとファッションに合う。あ、そうですね、はい、いつもとちょっと、あ、同じ道具なんでね、はい、どんだけ変わるかな。っていうのはありますけど、やっていきます。はい、お願いします。それでは今からハンガーだけ落として同じアイテムを使ってメイクしていくんですが、なぎささんすっぴんになるんですけど大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、じゃあ早速落としていきますね。
半眼落とさせていただきました、はい、すごい綺麗なんですよ。あのアイブロウもちゃんとあるし、もう出来上がってますね顔が。本当ですか、うん、あのちょっとねメイク道具を準備するときに気になったやつがあったんですけど、渚さんこれ何に使うんですか？これで眉毛描いてませんよね、まさか。サインペンが出てきました昔ありましたよね、ギャルとかでこうサインペンでね、はい、その時代通ってきてますか？昔すごいギャルでした。本当ですか？じゃあマジックで塗ってました？消えないように、ね、そこまでは行ってない、はい、でも目の上真っ黒だったんですけど。じゃあ薄めのこれが、はい、いいってことですか？これはね、多分なんかお手紙書いた時かなんか書いた時に私のすごい雑な性格が出てしまってメイクポーチに入れたっていう感じです、はい、じゃあやっていきますねお願いします、はい、まずベースは最初にこれを使ってますか？はい、ラロッシュポゼ。あ、これを使ってます。アディクション、こっちを使って全体にやっ、はい、てます、はい、いつもどうやって乗せてますか？いつももうパッ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 みたいな。わかりました、じゃあちょっと丁寧に、はい、あの一番ね赤みが気になるとこだったりとか、はい、日焼けが気になるとこ、あとは白くなっても美しい場所から乗せてあげると立体的に見えます。例えばこうハイライト、ここの場所だったりとか、はい、鼻だったり顎だったりっていう、やっぱりこのフェイスラインっていうのはちょっと暗く落ちてた方がシャープに見えるので、全体的に真っ白な感じになってしまうとのぺっとして顔が大きく見えるんですよ。あ、じゃあ全体に塗らないってことですか？全体に塗るんですけど量を変えてあげるといいです。こういう風に高い場所乗せたら周りはもうちょっと伸ばしていくように、そうするとグラデーションじゃないですけど薄くなっていくイメージですね、外側に向かって。なるほど。お肌になじませてあげます。フェイスラインはやっぱ伸びてないと真っ白な印象になってしまうので、しっかり伸ばしていく時もこういう風にですね、ちょっとマッサージしながら上に向かって内側か外側にっていうのを意識してあげるとお肌もリフトアップ効果があります。結構しっかりこう整えていくんですね、下地だけでも。そうなんですよ、これ結構変わります。続いてこのバームを使ったわけですね。はい、そうです。これね、ちょっと毛穴が気になる方とか、あと崩れるの最近気になると思うんですよね、季節的に。お鼻のところとか部分的に使ってあげるといいです。これどうですか、持ちが変わりますか？持ちというよりはちょっと毛穴が気にならなくなるかなっていう感じはしてます。崩れやすい場所にも乗せておいてあげると長持ちすると思います。続いてね、今ベースを終わったのでナーズのサステナブルなケース仕様のクッションファンデーションに行きたいと思います、はい、で、まずですねポイントがここに、ね、ちょっとね中指だけ乗せるようなイメージで取ってあげます。こういう風におっしゃってる。で、このままいってますか？このままいってます。で、長持ちするにはこれからの夏一回蓋の裏とかでこのなじませます。そうすると薄くつくので厚塗りならないです。 できれば、レイヤード薄い状態を重ねていく方がナチュラルに綺麗に仕上がるので、はい、渚さんと同じ頬からちょっと赤みがある場所とか、あと頬って結構のせても厚塗りに見えないんですよね、はい、こんな感じでどんどん叩いていきます。最近細かく、細かいですか？はい、いつもどんな感じですか？パン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 もっと強めですか？はい。でちょっとこの内側小鼻のところはちょっと折ってあげて中に入りやすいような状態で、毛穴気になる場所は四方に動かしてあげるとちょっと持ち上げるようなイメージですね。そうするとちゃんと毛穴がカバーしてくれます。すごいナチュラルメイクですけど、はい、ずっとナチュラルメイクが好きな感じではないんですよね。ギャル時代通ってきたっておっしゃってたのでそうですね、ギャル時代はもともとの肌の色がすごい白いので、ももも、とにかく顔に色をつける絵の具を塗る感覚で濃い、ブルーのアイシャドウとか行く感じですか？あ、ブルーのアイシャドウは行かなかったんですけど、真っ黒のアイシャドウとかで目の上真っ黒にして、もう
つけまつげとかも何枚重ねたんだろうっていう。つけまつげ？はい、つけまつげしてます。それこそ肌は焼いてたんですけど、顔は焼いてなかったので。え、どういうことですか？顔が白くて。顔が白くて、体がすっごい黒かったんですよ。じゃあ、バカ殿様みたいなスタイルですね。もう本当に。首から下は普通のカラーっていう。そうなんです。もう化粧ポーチの中は、うん、マックだらけでした。やっぱマックが一番いいですか？そうですね、濃くするためには。濃くするためにはでですね、この今このファンデーションがこの中に入ってるんですけど、一回ねティッシュでこういう風に押さえていきます。で、油分を取ったもので、この上からですね、押さえてあげると、こっちに油分がスポンジで吸い取ってくれるので、皮脂だったりとか崩れにくい肌にできるのと、あとなじませることができるので、しっかりね肌に入った状態。これなんかカバーしてる部分が取れちゃうっていうこととかもないんですか？これをやることで滑らしてしまうと取れちゃうんですけど、もうずっと叩いた状態にすると取れないです。はい、このようにですねベースメイクが完成しました。渚さん、チークとかローライトっていうのはいつも入れてないですか？はい、入れてないです。で、ちょっとね、首の方がどうしてもちょっと日焼けしてるので、ここでなんか暗いファンデーション入れるって結構みんなハードル高いと思うんですけど、このね、渚さんの道具に入ってたシングルアイシャドウ、ラポードゥジェムのニュアンスベージュっていう色が入ってて、これクリーム系のアイシャドウなので、これを使ってちょっと立体的、あとお肌をもっとなじませていこうと思います。白浮きして見えないので、あとはね立体的に見えるので、お顔がねシャープになって、それみんな好きですよね。小顔になりたいですよね私がさっきからちょいちょい笑ってる理由が、はい、ディレクターさん兼カメラマンさんと渚さんとのやり取りがめちゃくちゃ面白くて。本当ですか？それちょっと隠し普段隠してるんですけど笑いを求められてるっていうのがちょっと頭の中にあるので笑ってます、すいませんあのオチと笑いを入れてくださいっていう合図が来てるんですけど、いつも入れれなくて真面目になっちゃうっていうちょっとチャンネルの裏側話でしたねこんな感じでね、ちょっとね高くなるんですよ、ここに入れると。どうですか？あとね、このままこの色をちょっと目のところにふわっと乗せときます。続いて、チークこのようにね入ったらちょっと高くなりましたよね。わかりますかね？ちょっとだけパウダーをこう気になる場所にしました。で、マットな印象だとちょっとねフレッシュに見えないので、特に年齢増されてる方には必ず私ハイライトを入れるのをおすすめします。このシャネルのねボームサンシエル、どこにのせるかというと、付け根、鼻先下がって顎下、あとはリップの山のところ、この C ゾーンって言われる頬の高い位置に乗せておくと、あと目を開けていただいて、このくぼみの部分ですね、ちょうど眼鏡が当たる場所、これをしておくことで夏に向けてもマットに仕上げてもマットに見えない。このツヤがあると、ここなんか部分的に入れると崩れにくいので私これ大好きなんで、これ本当におすすめです。ちょっとすいませんね、はい、平面でお見せしますけど、平面でこれをどのように乗せてますか？これを手で押さえながら、はい、パッパッで、目の下と、はい、目の下ちょっと半分ぐらいと、はい、目の上にこれを乗せて、ブラウンを乗せて、はい、こっちの明るい色をこうやってピンクの色パッて乗せてる、はい、指で全部やってます、はい、そしたらこのままね、この真ん中に乗せて、そのまま目頭目尻という感じで広げていきますが、一回目開けてください。こんな感じで結構アイホール広めに入れていくんですけど、ちょっと色がねピンクの色が感じると可愛いので、一回こうまっすぐ見てどれぐらい入ってるかなっていうのを確認します。ちょっともうちょっと色入れたいなって思うので、真ん中にだけ、中央にだけちょっと強めに色を感じさせたいのでのせていきます。今アイシャドウが終わったんですけど、ちょっとね目のアイラインとかでバチってするっていうよりは、まつげの印象をちょっと強くして、マスカラがないのでこのアイブロウマスカラを使ってやっていきます。はい、あ、細いこれ、はい、なんか下も入れてください。いいですね、細くて。そうなんです、眉毛の整いやすいです。
やっぱ小回り聞く方が使いやすいですよね。なんか眉毛、眉頭を、はい、立たせるときにすっごいやりやすいです、ね、これ私も大好きなんですよ、実は。こんな感じで綺麗にね、アイブロウマスカラですけど目のマスカラとしても使えます。なんかどうしてもこのピンクのアイシャドウだと抜けすぎてるので、ちょっとだけ強くしたいなと思って、うん、このアイブロウマスカラをマスカラ代わりに使いました。はい、ではまずペンシルで眉頭の下に足していくんですけど、上に向かって一本一本生やすようなイメージで、生えてる場所をちょっと下にします。こういうイメージですね。でポイントはここ下のラインが眉山の下までまっすぐなるようにするとすごい綺麗に見えるので、それを目指して今一歩一歩生やしました。でそこから遠目で見て確認してあげます、形を。で山のところを今なぎささんの、アイブロウはこちらに下がってるんですけど、それを向こう側に行くようなイメージで横向きに、これもですね一本一本生やすようにシュッシュッシュッと、どちらかというと横に向かって描いていきます。このね、あこれもアディクションなんですね。これめっちゃいいですね。すごいすごい描きやすい、描きやすいじゃない、整えやすい。これでね徐々にぼかしていきます。その時に力加減に注意してくださいね。すごい優しい。そうなんですよ、優しくちょっとずつ見ながらこんな感じでぼかしていくとスッとね溶け込んで肌に馴染んでくれます。なんでかけました眉毛にならない。最後にアイブロウマスカラを使って整えていきます。これ本当に地肌につかないからいいですよね。すごいやりやすいです。このマスカラにも使いやすかったです。つきにくいんですよ。下まつげとかも特にいいと思います。確かに下まつげとかめちゃめちゃ塗りやすそうですね、うん、こんな感じでちょっとね立たせるように内側に向かってこういうダイレクションで立たせます、眉山は。そしてちょっと徐々に毛流れを寝かしていくようなイメージですね。で最後リップです。はい、なんか顔が塗るだけでパッと明るくなるっていうのが、うんうん、お気に入りポイントです。もうこう直塗りしてますか、はい、いつもは直塗りしてます、はい、こういう感じで。じゃあ私も直塗りで、まずちょっと口を軽く開けてください。山のところにポンと置いたら形成しやすいので、そこから下に降りてきつつ口角からまた上に戻っていくと綺麗にねまっすぐラインが引けます。逆も同じですね。でちょっと発色よくしたりとか落ちにくいポイントとしては、ここで一回ティッシュオフをします。さらにまた重ねていくっていう、ちょっと口開けてください。そうするとね持ちが良くなります。なんかやっぱりマットなリップ流行ってるんですけど、ちょっとシア感がある方が気分なんですよ今。こんな感じでねすごい艶やかに可愛くできたと思います。笑いはゼロ、はい、というわけで半顔完成しましたが、皆さんどうですか、変わりましたか。やっぱね本当にニュアンスなんですけど、このチークを入れたことと、あとアイブロウの角度ですね。あとねアイシャドウも渚さん使ってたブラウンじゃなくてピンク一択にしたっていうので、すごく印象が変わったと思います。この後ね全顔仕上げて渚さんにお顔を見ていただこうと思います。はい、楽しみです。すべてお顔が完成しました。まだ見てないのでドキドキです。はい、準備はよろしいでしょうか、はい、ではよろしくお願いします、はい、見ていただきます。おー全然違う違います、全然違う。どうでしょうか。なんか自分ではナチュラルメイクだと思ってたんですけど、うん、よりこっちの方がなんかナチュラルで、うん、ナチュラルなのに少しなんか締まって感じるんですけど。あ、締まって感じます。はい。なんだろうこの絶妙な。本当にねちょっとしか変えてないんですよ。アイブロウと目元と、まあ、リップ同じ色なんでね、はい、本当にテクニック的なところですね。あとちょっとチークいつも入れてないと思うんですけど、アイシャドウを塗って、うんうんうん、そうするとなんか立体的に
あとなんか結構白浮きしない感じでさらに肌に馴染んで見えるっていうのがおしゃれ顔の、はい、ポイントです。確かに眉毛も全然やっぱ違いますね。違います、違います。おしゃれ顔のね、ポイントは、抜くとこは抜いてベースメイクは綺麗に仕上げるっていうのがポイントです。いやアイテムが少ないので、はい、うん、変化つくのかなって正直ちょっと思ってたんですけど、はい、違いました。全然使い方がすごく違ってびっくりしました、うん、はい、というわけで私のチャンネルに渚さんが来ていただきました、はい、ありがとうございました。この後ね、渚さんの、チャンネルの方でも撮影していくんですけど、メイクのお悩み解決編をやっていきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ご覧ください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。